被害者の心臓法医病理医学とは、死体を調べることによって、死因を特定することに焦点を当てた、病理学である。各国の制度により異なるが、死後の病理解剖は一般に、刑事事件の際に、観察医、病理専門医によって行われる。検視官も、また、死体の身元を確認するよう求められることが多い。法医学や検視、病理医などのページも参照。 包囲病理学は法医学の応用であり、病理医は解剖病理学の訓練を修了した包囲病理学を専門とする医師である。完全な資格を持つ包囲病理学者になるための要件は国によって異なる。包囲病理学者は死因を突き止めるために検視、解剖を行う。その報告書、冒険診断書、病理解剖学的診断書、死亡診断書、 死体検案書などには、以下のような要点にまとめられる。特に原因不明の不審死とされる死が調査され、死者の死因や生前によった損傷及びその程度を、解剖や組織検査等を実施した上で、医学的な診断を下すことになる。ほとんどの国では、これは、法病理学者や検視官、観察医、診療医などによって行われる。同じ国内でも、一部の区域では、 メディカルエグザミナーという役職は医師以外の職員に対しても使用される。ただし法律によっては医師、病理学者または法病理学者であることが求められる場合がある。同様にコリナーも医師と非医師の両方に適用される。歴史的には検視官は必ずしも医師ではなかった。ただし区域によっては検視官という役職は 医師にのみ適用される場合もある。カナダでは、州や準州によってのシステムが混在している。オンタリオ州では、検視官は、医師、ケベック州では混在、ブリティッシュコロンビア州は、主に非医師。米国では、検視官は通常、特定の地域の地方公務員である。大部分の検視官は、医学博士の学位は、持っておらず、法執行官、裁判官、葬儀長、 緊急医療技術者、看護師などそれぞれとなっている。これとは対照的に医療審査官は通常医学博士を持つ医師である。ドイツ語圏のヨーロッパでは法医病理学に関する講義が18世紀半ばはフライブルク1804年からはウィーンで定期的に開催されていた。法病理学はその後1959年に 病理学のアメリカの理事会で認められた。カナダでは2003年に正式に承認され、カナダの王立外科医科大学講演の下正式な訓練プログラムが確立されている。ほとんどの英語圏の国では、法病理学は解剖病理学の一種とされている。その資格要件は国によって以下のように異なっている。オーストラリアで法病理学者としての資格を得るには、 以下の三つ方法がある。法病理学のみを学び、法病理学試験に二つ合格すること。または、解剖病理学の訓練を開始し、最初の解剖病理学試験を完了することです。これには、最低三年かかり、その後法病理学だけ学び、法病理学試験を完了するために続けます。これには、最低二年かかる。最後の方法は、 解剖病理学の研究員としての資格を得るため、最低5年間の解剖病理学の訓練を完了し、それから、法病理学における12ヶ月の訓練と試験の合格が必要となる。カナダでは、解剖病理学は5年間のレジデント期間がある。法病理学者を目指すレジデントは、さらに1年間かかる。法病理学は、ロイヤルカレッジの副専門分野である。トロント大学。 アルバータ大学、マクマスター大学には3つのトレーニングプログラムも存在している。インドではこの専門職は一般的に法医学と毒物学と呼ばれている。博士号の学位に向けて3年間の研究と訓練を完了しなければならない。または国家試験審議会が実施する試験に合格するという方法もある。大半は 様々な医科大学の法医学及び毒物学科に所属している助教、准教授及び教授である。各政府機関は管轄に応じて年間100から5000の冒険を実施しており、定期的に専門家承認として裁判所に出頭しなければならない。この専門分野の最大の協会はインド法医学アカデミーであり、機関紙の法医学アカデミー定期的に発行している。 インドネシアでは、法医学は、クドクターン・ケハキマンとしても知られ、医学部を修了後3年間の専門プログラムを受講する。それは、解剖病理学及び臨床病理学とは別のものである。プログラムが完了すると、法医学の専門家は、スピージーアリス・フェレエンジック、または、SPF という称号を取得。うの場では、ドークター・フェレエンジックとして扱われることもある。 正式な教育期間は9年間である。イギリスでは、解剖病理学は5年間の研修期間がある。合格者は、英国王立病理学者協会の会員資格を得て、一般維持評議会の専門家登録される資格が与えられる。米国では、法病理学者は通常、解剖病理学のレジデントを完了し、米国病理委員会、または、 米国オステオパシー病理委員会が管理する理事会試験に合格した後、少なくとも1年間の追加の訓練を終了する必要がある。解剖病理学それ自体は3年間のレジデント期間である。ほとんどの米国の病理は解剖病理学と臨床病理学の両方において合計4年間を要する。米国では高校卒業後の教育期間は、 通常13から15年病理学フェローシップ。一般的に最大のハードルは医学部への入学で解剖学と法病理委員会のそれぞれの試験の合格率は約80から90と90から100%となっている。病理学者は犯罪ドラマにおいてごく一般的な登場人物である。以下の代表的なテレビシリーズで病理学者が登場する。 ありがとうございます。